はい、それではポイントに到着しましたので早速始めていこうと思います。仕掛けがカラマン大盛りグリーダーの、シングルタイプの 100cm に、大盛りは船長しているの今25に、ドロー、ストロングポイントのオレンジ系からまずね始めていこうと思います。で、まあ、理由がありまして、明るい時間っていうのはこのイサリビに、イカが寄ってきている状態ではなくて、広いね海の中でどっかにイカの群れがいてますんで、そのね回遊待ちをしているような状態なんですね。なので、スピニングタックルと、短めのリーダー帳、そして、派手な色のエギ、こちらを使って、サーチしながら広範囲に探っていこうかなと思います。で今日はね船アンカリングして固定してるんで、積極的にある程度手前まで帰ってきたら投げ直して、まあ、広範囲に探っていきます。で、まあ、潮が速い時とか場所によってそのパラシュートアンカー、シーアンカー入れる時なんかは、船が流れて、要はイカを探しながら船が流れてくれるので、まあ、そういった場合にはあんまり何回も何回も投げ直すというよりかはもう粘り強くというか、ある程度投げて帰ってきてもある程度誘うで、上げたタイミングではエギの色を変えてまた入れ直すっていう風に探っていくんですけど、今日はねアンカリングなのでちょっとね頑張って回収しては投げて、回収しては投げてっていう風にしながら、広範囲にサーチしていこうかなと思います。で、まあ明るい時間は基本的にはもうボトム周辺にいてることが多いので、まずはねボトム中心に狙っていこうかなと思います。キャストしていきます。とにかく当たりがない時はキャストして広範囲に探ります。まあ、明るい時間はもうとにかく、広範囲を探る、もうねどうしてもいつか入ってくる群れ待ちなんで、まあ、待ってるだけっていうよりかはどっちかって、まあ攻めて攻めて回収して投げて色変えて、回収して投げて色変えてっていう風にちょっとまあまあ頑張ろうかなと、明るい時間は今ちょっとねそういう意識でやってます。ちょっとちっちゃいけど、ちっちゃいけど来たんじゃないこれ。麦イカ、麦イカでしたね。色変えて一発当たり出てくれましたけど、これもねこの時期ならではの名物の麦イカ、スルメイカのちっちゃいやつですね。よっしゃ、マイカー、まあ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 今田さん、取るわ、ちょっと今日はやっぱり大縄でね。とにかく、まあ、当たりがなければカラーローテーションしていきます。やっぱね、当たりからでも、擦れてしまう時もあるんで、まあ当たりカラーを探しているっていうのと、当たりカラーで擦れさせないためにも、まあ、あえて外しのカラー入れるって時もあるので、まあ、とにかくね回収したら変えるぐらいのイメージで、ちょっと電波よくカラーはどん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 変えていこうと思います。
ふい、やりました。ね、釣れたのは、ドロー4ストロングポイントといって、まあ、あの重り具専用に、チューンアップした重り具専用のエギになってます。でこのストロングポイント、まあ、最大の特徴は、まあ、羽の長さが2倍になってるので、まあ、約2倍になってるんでゆっくり落とせるんですけど、ゆっくり落とすだけだと、エギの進化を軽くすればいいんですけど、ただ単に軽くしてしまうとエギがフラフラ安定しないのでイカが抱いてこないんですね。なので、シンカー自体の自重っていうのはそのままにしながら、羽の長さを長くすることで抵抗を与えてゆっくりホールして、まあ、しっかりと抱かせる間を与える、まあ、そんなエギになってます。今日はねこれでちょっと重り具でマイカを攻略していきたいなと思います。まあまあこれもまあまあ、おお。これ A サイズ。うわ、触感1本。危ない。すごい触感が、マックス触感になっとるけど。やりました、大剣。今日ね、平均的にサイズいいんですけど、特にええやつきましたね。美味しそうなマイカ、剣先イカです。これね、大きいやつ大剣って呼ぶんですよ。嬉しいですね、これ。やりました。エギはね、ストロングポイント、ドロー4ストロングポイント使ってます。触腕1本でしたけどね、握れせずにしっかり上がってきてくれました。本当は色もその高アピールカラー、中アピールカラー、低アピールカラーで、ナチュラルカラーみたいに一応4分割して、で、上から順番に高アピールで、ある程度釣れた、もしくは釣れないってなったら中アピール、低アピール、ナチュラルみたいな感じで、大きく分けて4つに分類して、まあ、その中をじゅんぐりじゅんぐり回すような新しい群れが入ってきたら、派手めなカラーでいち早く発見してもらう。で、派手なカラーに擦れてきたらアピールの低いカラーとか、まあ、もしくはあのナチュラル系のカラーとかっていったように、まあ、その時その時の状況に応じてエギのカラーはね、頻繁にやっぱり変えていった方がちょっとね、変えるの手間なんですけど、結果的に超過につながると思います。あー、やっと来た。3回ぐらいまでじゃれついてきましたね。結構このマイカ、ケンザキイカは触腕、足切れ、右切れさせない限りは結構ね、しつこく追ってくることが多いですね。あとやっぱりそのすぐ開けられてしまうときはエギのカラーがちょっと間違ってます。で、何回もしつこく追ってくるときとか、ステージ間短めで当たってくるときはエギのカラーが正解の時です。ちょっと朗報ですけどね、これ。はい、ストロングポイントでマイカ連発です。先ほどね、ちょっとね、赤ベース、下地が赤ベースが当たりカラーとして発見したんですけど、何枚も何枚も、ね、同じ色で釣ってると擦れてくるので、一旦このブルーグローの違うカラーにしながら、スパイス的に違う色を入れてちょこちょこ数稼ぎながら、またね、当たりカラーに戻してパパパッと数釣ってっていったように、まあ、カラーローテーションしながら数を重ねていこうと思います。ではね、ちょっと休憩カラーもそろそろ終了ということで、またこの当たりカラーのアップルマンゴー、こちらに変えていきます。多分ね、さっきまでこれで連発してある程度擦れる前に全然タイプの違うカラーを入れたので、おそらくね、すぐ来ると思います。
ろそろかな。さあどっちでしょうか。おいだいけん、やりました。モリグで大剣やりました。やっぱ大型を騙せるカラーっていうのは、小型も騙せますんで、まあ、これもね一つカラーの、まあ、合ってる間違ってるの目安になるのかなと思います。もうちょっとねキャストして、まあ、広範囲に探りたいのと、だいぶ活性も上がってきたので仕掛けをリーダーと70センチ迎えてみました。ちょっとこれでやってみます。豊漁丸さんでのモリグゲームでしたけれども、ご覧の通り、大剣もバッチリ、そしてまあレギュラーサイズから、まあ、これからね夏どん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 増えてくる小型サイズまで、もう本当にサイズ盛りだくさんで50杯オーバー大爆笑でした。今回も、カラマンモリグリーダーとモリグ専用のストロングポイントを使いまして、バッチリ大成功の兆候となりました。